粋の本当に年上キラーワンファンタスティックス佐藤大樹沢本夏樹をゲストに迎えて年下男子を落とすあざとテクで男女の意見が真っ二つ。コウタちゃん久しぶり会いたかった。これはもうしてほしい。あの距離感で来てくれるとちょっとドキッとしちゃうかもしれないですね。それに対して愛梨は彼氏の友達にいてほしくないタイプ。さらに愛梨のあざと劇場が開幕。ちょっと仕事で失敗しちゃったから、はい、終わったら慰めて。今分かったね。主演女優賞です。もう受賞しました。あざとくて何が悪いの。木曜深夜